大丈夫です。そこで、今日もやっていくんですけど、今日はね、これやっていきたいと思います。まあ30詩フリーズですね。30詩フリーズなんですけど、まあババ小屋30詩の、フリーズのところがあれだ、違う、ファイボのところがフリーズになっただけですね。まあ、正直言って、ラットが7100いったのが確かこのデッキなんですよね。うん。で、唯一、その相性がきついってラットが言ってたのが、ペッカ工場ですね。あの、テンプレのペッカ工場。で、相手の方が、なんか理由はなんか相手の方が、なんか、なんだろう、単純に火力が高いから、同際ぶっ破された時に30詞消されると、守れなくなるみたいなこと言ってて、へーって感じなんですけど、でもそれ以外にはなんか負ける気しんすねーって言ってたんで、ラットが。だから、まあ、多分いけると思いますね。ってことで行きましょう。まあラット君がね強いって言ってたら、いやー俺クラコロで一昨日ぐらいにラットと戦ったんですけど、めっちゃギリクソチンパンジーで負けたんですよね。マジ切れそうになった、本当にクソ悔しいですね本当。まあただやっぱちょっとね、ちょっと実力の差があったっすね、やっぱラットとは。まあ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 、いやー、ベベ小屋っすね。とりあえずベベ小屋。相手が攻めてきたんで、穴掘りがいないと、白液っぽいな。白液っぽかったら、あー、多分白液っすね。多分白液なんで、次からはババ小屋ね、もうちょっと下げて やった方がいいですね。こうやって防衛白液で縛かれちゃうんで、芝タクス前夜なんでしょってことなんで。よいしょ。とりあえずホバ延命して、ザップがないだろうからコウモリが来るんですよ。どうせ来ない、ここでコウモリかな。さてはない、いやコウモリがないなんてことはないはず。ヤリゴブ、ガゴムレ、アウトロー、雪玉、え、コウモリがない、いや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 、そんなことはないはずなんだけどな。待て待てよ待てよ、コウモリがない。とりあえず、いや待て待て待て、これはまた速攻されたら、タルババがないときに速攻されたら死亡するんで、とりあえずタルババ回るまでババガヤ我慢ですね。で、持ってなんか引き出したんで、先自由し、チュチュチュンとやっていきの、いや、逆さ言うのやってからの方がよかったな。まあ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 、そういう日もありましょう。とりあえず、はいはいはい。これ言うので受けてって、コウモリがいない説がありますね、これ。さては。これ多分左が、うわー、マジか。オッケー、これ倒して2発ぐらい入れる。よいしょ。よいしょ、オッケー。で、まあ、穴掘りガグムレが来るかもしれんのすけど、大丈夫ですね。オッケー。オッケー。とりあえず、ババ小屋。あー、よいよいよ。これで、逆サイ振っていって、これ、普通にエリクサー的に間に合うんで、防衛に。防衛30死したいんですけど、逆サイ振っていきたいですね。うん。よいしょ。これでいって、一重視、多分タルババすらいらんかなって感じなんで、ガゴムレと逆サイドにギャングで防衛出してくると思うんで、あ、こっちか。なるほど。これ多分大きい呪文がないんですよね。はい。まあまあいい形ですよ、と。構えるのが大事。このゲーム構えるのが大事。終わった、終わってしまった。フリーズを出す場もなく終わってしまった。まあまあまあ、こんな感じですね。割と、なんだろう、30子が手札に回ってきたら出すって感じではなくて、30子が手札に回ってきても、30子ってやっぱ9コスなんで強いんですけど、後ろから出した時に1重子側にセパで出すじゃないですか。2-1でこうやって、1重子側にあれなんですよ、なんか速攻、まあ、例えばですけど、アウトロを、ギャング、穴掘りとか、一重視に穴掘り飛ばされたりしたら、まあ、タルババとかね、手札にないと守れないじゃないですか。ユーノとかだけだったら、アウトロギャングに秒処理されるから、だから、まず、なんだろう、守れる手札、7コス以上のカードを切るときは、基本的には、まあ、そうですね、このデッキだと、まあ、ババ小屋と、三重視以外は別にもうチュ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 ンつって切っちゃっていいんですけど、ババが30子出すときは守れるときとか、相手が絶対に攻めれないとき、例えば、迫撃をこっちがアド取ってて、相手が攻め迫撃をしてもカウンター取れるときと、あとは穴掘り切った後ですね。穴掘りが基本的に相手の攻めの、動きなんで。
で相手は迫撃側はその三重士の防衛で迫撃を置きたいんですよ。そう、それで、工場も三重士も守れるって感じなんで、そうですね、そんな感じですね。割とだから、まあ穴掘り切った後に三重士するのがベストかなって。あとはアウトローとか防衛で出されたらめんどくさいなって思ったら、先にユーノとかを出してアウトロー引き出してから、そのアウトローを自陣で三重士で受けてから、まあ、カウンターするみたいなね。ちょっと早口になっちゃったんですけど、まあそんな感じですね。割と三重士は、まあクラロはどのデッキにおいてもそうですけど、考えることは多いですね、本当に。オッケーオッケー、美味しい美味しい、よいしょよいしょ。これ2発でいきたい。まあ、逆サイからの支援があるからいいか、許してやる。これを来たのをホグ出したんで、これ多分迫撃だったら、まあ多分迫撃なんですけど、まあ三重士でいいかな。基本的に相手やることないんですよね。これホグ飛ばせない、何もできない、呪文打つかしかないな。でもプリンがいるんで、こっちかな、こっち行って、よいしょ。あーめんどくせえ、もうマジでめんどくさい。これホグ来たら終わるんだけどな、やばい、やめてほしい。絶対にホグ飛ばさないでくれ、ありがとう。危ねえ危ねえ。これで相手がホグの場合はここじゃなくて端前から3マス開けたところに出すと両サイドから釣れるんで AY ですね。よいしょよいしょと、はいはいはい。で待てよ、フリーズでしょ。まあ来そうな顔してたけど、よいしょよいしょ、はいはいはい、こうしていく。大体あとプリンセス切ってポイズンって感じなんで、ポイズンを出される二重士側にね、行きたいですね。おう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 、これフリーズでいいや、ペキーン。でこれ相手ここにポイズン使わせたいんですよね、本当。ああ使うんかい。そう、ここでポイズン使って相手ホグも切ったじゃないですか。だからババ小屋を壊す術がないんですよね。だからしばらくのターン俺のババ小屋は生き続けると。オッケーオッケー、これで多分フリーズが来ると思うんで、はい、こいつもうフリーズ打つまんなんで、ね、まあ癖を見抜くって感じですね。よいしょ、はい。でコウモリ足していき、ちょっとだるめの、ああいいや、これは20-70ですね。で、またネクストに、このサイクルができちゃえばもうほぼ勝ちで、俺が見せらない限り負けることはないんですよ。勝ちか引き分けの2択なんですよ。このサイクルができたら、もう三重士にポイズンを打つしかなくて、そうすると、ババ小屋に、がね、一生残っちゃうんですよね。そう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 。なんで、よいしょ。はいはい、オッケー。4コスを美味しく処理していき、これワンチャンフリーズ来るっすね。あー来るな、これ多分来る。よいしょ、はい。分かってっからな、そういうの、そういうの分かっちゃうからな、俺には通用しないんだよな。よいしょ、ぬんぬんぬん、あとランバーだな、相手が持ってるのは。まあ、先にベベ小屋みたいなのがありますね。先にベベ小屋出してから、これ三重士、このムーブが本当に強い。あー、いきそうですね。ワンチャンフリーズ三重士、フリーズあれが来る。よくない、笑うな、よくない、笑ってしまった。よいしょ。諦めてしもうとるやんけ。オッケー、ありがとう。笑ってしまった。よし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 、いい感じですね、いい感じ。フリーズミスって、多分あれは相手はフリーズポイズンをしたかったんですよ。三重士でババがやった三重士全部含めて持っていきたかったと思うんですけど、まあそんな甘くないですね。そんな世の中甘くなかった。あそこにフリーズが出ちゃいましたね。そんな、まあ思い通りにはいかねえぞと。あと1勝して終わりたいところですね。もう最近ね、1日4周ぐらいグラチナ回ってるんですけど、昨日ね、1回も順調できなかったんですよ、俺。なんか、
なんだっけ、8、10、11、11みたいな感じで一回もできなかったんですよね。そう、ぶち切れそう、もうちゃぶ台ぶっ転がしそうになったんですよ、本当に。しかも全部同じデッキだったんですけど、あのメガナイト、前紹介したあのメガナイトフリーゾーグのやつをやって、まあ12周いけんだろうと思ってやったら全然いけん、全然いけんですね。もう全部11で負けて、ぶっ転がしてやろうかと思ったんですよ、本当に。とりあえず、あれなんか全然マッチングしてない。最近遅いんですよね、マジグラチャレのマッチングが。夜は結構するんですけど、おう、したしたした。昼は特にね、群馬帝国遠征軍。あれなんですよ、これ、クラクラの、なんだっけ、クラクラに群馬帝国遠征軍っていうクランがあるんですけど、あの、ドズさんの会社にいるポンタさんがリーダーのクランなんですけど、今はどうかわかんないですけど、があって、それの、まあ、クラロア勢で集まったバージョンみたいな。クラクラやってる中でのクラロア勢で集まったバージョンみたいな感じかな。俺も3年前ぐらいまではクラクラやってたんですよね。高2ぐらいかな。あ、違う、社会人1年目もやってたわ。え、じゃああれだ、1年前ぐらい、1年半前ぐらいだ。5月ぐらいまでやってた記憶があるんで、1年半前ぐらいまでですね。喋りに夢中になってて何もしてなかった。こっちいいや。基本的にベビドラとかメガゴはこっちサイドに出してるんですよ。理由は、真ん中に出すと、なんだろう、基本的に空ユニットってこうやって空で返すっていうのが基本なんですけど、ベビドラとかメガゴって射程がないから、あの、釣られちゃうんですよね、簡単に、逆サイに。なんで、これ何かしらまた、そうそうそう、ホバーだけじゃ抑えられないんで絶対何かしら足してくるですね。なんで、そういう時はあれですね、逆線に釣られちゃうんで、ちゃんと歩くユニットは端に寄せて出すっていうのが基本ですね。クラロアの基本覚えておくと便利マスですね。いや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 、痛い痛い、よいしょ。コウモリか、コウモリか、コウモリか、うい、コウモリか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 、オッケーオッケーオッケー。相手のデッキはホバー、あ、ラバー、なるほど、はい。とりあえずホバぶっ転がして、まあどうせ仕方ないんで、どうせこのホバ突破されるんで、まあそうっすね、シャアなしの、シャアなしのって感じですね。まあタゲ取ってからでいいですね。よいしょ。まあベビドラ追加を読めてたんで、これでベビドラのタゲを取ってあげて、よいしょ、はいはい、はいと、はい、はい、はいと、はい、はい、はい、全然いいです、全然いいです。こんくらいで抑えられたら。言うてラバーの防衛がちょいしんどいんで、ですね、はい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 。はい、はい、はい。よいしょ。これでファイブを使わしてぇなぁ。あー、なるほど。いや、いい、全然いい、全然いい。こっちにあんだけソラユニット切ったら、これラバー出してきても後ろに、ベビドラと手札回してランバーしかできないんで、全然いいですね。このサイクルをね、どうにか維持していきたい。よいしょ。あ、はいはい。結構いい、結構いい。結構いいよ。なかなかいい。これ多分真ん中ホバーでぶち抜いてくると思うんですよね。来なかった。ベビドラ切ったんで、これコウモリいっちゃっていいですね。よいしょ。いやー、これなかなかユニット溜まってだるめですね。よいしょ。まあ、30して処理していき、あとメガゴとランバーなんで、相手のユニットが。なんで、これで、とりあえずしていき、よいしょ。これはだるいですね、ちょっと。これさー、工場出すだけ無駄なんですよね、マジで。でも手札回さないとなって感じなんで、このサイクルを無限に繰り返して、相手も同じですね。もうこのサイクルを無限に相手も繰り返して、こっちの穴を作って感じですね。あー、やばい、タルババ切ったから、これ手札のサイクルちょっと崩れたな。あ、これいける、どっちか通るな。オッケーオッケー、よいしょ。これ陸受けがいなくなるんじゃないか。ちょっとやばいですね、ちょっとだけやばい、普通にやばい。よいしょ、
うーん、まずいですね。よいしょ。いや、おまずい。いや、これでもタルバは間に合わないんじゃないか。あ、オッケーオッケー。これで宝石を壊す。いやー、壊せない。足りね。ちょ、待って、これやばい、これやばい、これやばいぞ、これやばいぞ。ちょっとねー、そろそろねー、アド取られ始めてるんで、ラバ展開されそうなんですよね。ちょっと変えます。これポイズンで処理され続けてるんで、ずっと端前でいきますね。うわあ、あとはどうかな。よいしょ、これで宝石を壊して、はい、陸受けもう一枚切らなきゃいけない。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。これでいいですね。オッケー、通った。あぶねえ、マジであぶねえ。あー、グッドゲーム。これ先に墓石のスケ、墓石出した時スケ出るじゃないですか。あれが、スケ1体が出る前に、今みたいに墓石読みでホバ出すと、ホバの3発で墓石って壊れるんですよ。なんで、ちょっとね、ああやってやってる時は、まあ、始まり30時とかはしつつ、ちょっとサイクルを変えて、まあ、ああやってね、ピシッと決めてあげると、相手がね、焦り散らかして今みたいに通るんで、おすすめっすね。決めたい時はおすすめ。あぶね、引き分けるとこあった。ってことで、ですね、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、強いっすね。強い。強いし、安定する。っすね。非常に安定する。でラットが使って、やっぱり、なんだろう、本当に安定してたんですよね。あとはエリポン三重士、エリポンフリーズ三重士か、もういつか紹介したいと思うんですけど、とりあえず今日はね、ラットにどっちの方が強いって言ったらね、うん、こっちっすねーって言ってたんで、まあ、こっちをね、おすすめしておきました。ってことでですね、まあ、今日はこの辺で終わるんですけど、まあね、さっきの動画でも多分言ったんですけど、まあ、今日もね、ちょっと、キュウキュウさんとコラボ動画を撮らせていただいて、まあ、多分ね、どっちのチャンネルでも、ね、上がると思うんでね。ぜひそちらの方も、まあ明日か明後日に上がると思うので、チェックしてみてください。まあね、あとはね、本当、ミカさんとかドズさんにもコラボしてもらって、そちらのね、動画もあるんで、そちらの方もね、ぜひよかったら、見てみてください。ということでね、今日はこんな感じですかね。うん。という感じで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。